皆さん、こんばんは。Hello, hello. Penumbra Overture の続きやっていきましょう。これでパート4かな？前回3つに分けたんで。前回は確か爆弾の作り方を習ったんですね。確かデキストリンをさっきというか昨日そこの机で手に入れたんですね。ということで確か他の方に爆薬保管庫らしきものがあったので行ってみましょう。いや、フラッシュライト使ってみます。Holy shit! Holy fuck! That scared shit out of me! おめえ、今のすっごい心臓に来たぞ。油断してた。クソ、こんな恐ろしい思い、初めてだ。俺もっす。心臓が早金のようだ。もし何かが隠れ足のそばまで来たら、凝視しない方がいい。おそらくパニックを起こして、私は一巻の終わりだ。いや、マジ勘弁してよ。うわぁ、心臓がすごいバクバクいってるよ。いない。ん？見ましたか？さっきなんか犬みてえのやらわー。これってあ、ホットキーね、使うことができるんですね。いや、動きたくねえ。恐ろしい。ここをうまく避けていく、自分が行くのがいいですね。おお、怖え怖え。よしよし。いやー、怖え。怖えよ、手が震えてる。いやー、これ冗談抜きで怖い。いや、見てる側としては怖くないかもしんないですけど、やってる側としてはもうこれほど心臓に悪いことはありませんよ。もうやめちゃっていいですかね。実況しないでいいですかね。お聞こえますかね、ぐるるっていううなり声が。この心境を表す、いや、何がいいんだろう。まあ、地面にぼとりと落ちた小鳥が狼の群れに、そう、囲まれてるっていう。あっちが工房、倉庫行ってみたいんですよね。倉庫。いや、半端じゃなく怖いですよ。おお、いやー、勘弁。おお、よし、そう、情けねえ声出してるかもしれないですけど。
おお、怖えよ。怖い。寝る前にやってるのにこれ寝れんのかっていう。おお。って音が、なんだこの音は。ものすごく悪い予感がするぞ。ちょっと調べてみるか。錆びた釘の入った紙箱が大量にあると。これは大量のワイヤーだ。ちょっと開けたくねえな。これは靴と。おお、これ犬じゃねえの、もしかして。冗談じゃねえぞ。虫はアンハッピー。マジか。これなんだ。燃やされのたうち回っている雲のエラ。それこれ、これを取ろう。空のライター、ライターオイルが入っていれば役に立つだろう。なんだこりゃ。ちょっと待って。これはなんだ。古い塗料缶だ。ずっと以前。乾いてしまって。見えますかね。花揚げ堂を書いているようだが、どこにあるかわからない。恐る恐る。おお、大丈夫か。これは何だろう。鉱石を運ぶための格納箱のようだ。下から隙間風が吹いている。べきなんだろうけど。あ、石が入ってる。誰、何もいませんように、何もいませんように、何もいませんように。大丈夫か。開けゴマ。ふう、ここはセーフゾーンか。ふう、光つけても大丈夫かな。ペインキラー、ジン、バッテリー。これは何だろう。今回は違った。でもあの時と同じだった。あの時よりコントロールできたような感じが。だが何に対して。なんだろう。鳥がこう
石をどかしてみるか。ほ、取れん、取れないよっ。これなんだろう。この跳ね上げとは地下へ続いているようだ。ここにおびき屋出すのか。誰かがノコギリで服からハチゴを外したようだ。誰だよそんなことするやつ。下に行かないといけないのかな。ああ、さっきのことだったのかあれは。じゃあちょっとこっちを。いや、犬がいるな。こっちは鍵がかかっている。向こう側から鍵がかけられている。これはまだに中に誰かいるってことか。声が聞こえる。ありがたい、いくら解決。倉庫で鍵のかかったドアを見つけた。そのドアの後ろから何か奇妙な音が聞こえてくる。いや犬だろ声。これ声っていうかさ、音的にさ。まあいいや、ここに降りないといけないってことですね。